こんにちは、永田です。今回はスキンケアを新しくしようと思っていろいろ買ってきたので、それをご紹介していこうと思います。で、以前私はメルビータのウォーターオイルデュオ、これは化粧水の前に塗る化粧水導入オイルとして使ってたものなんですけど、もうねないんですよ。もうほんのちょっとしかないので、新しいのが欲しいなと思ってこれを買ってきました。メルビータのアルガンオイルです。結構有名なんじゃないかなと思います。化粧水の前に塗るオイルとして、あ、どれ出せない、はいね、アルガンオイルですね。あ、お風呂上がりに適でいいって言ってたけど、ワンプッシュなのかな、よくわかんない。え、ワンプッシュでこのぐらいなんですけど、まあ、顔に塗るってなったらまあ別に多くはないのかな。まあこんな感じで今後はこれの代わりにこのオイルを使っていこうと思います。これもねすごい良かったんですけどね、匂いも良かったし化粧水が浸透してる感じがあってすごい好きだったんですけど、まあ冬場にはこっちの方がいいよっていうことでこっちを買ってみました。わ、なんかこれがアルガンオイルの匂いなのかな。私初めてアルガンオイルの匂いを嗅ぎました。納豆みたいな匂いがする。すごい怒られそう。はい、で次に化粧水なんですけど、化粧水は今すごいたくさん持ってるのでそのまんま継続して使っていこうと思っています。今持ってる化粧水はこのイソップのバランシングトナーです。アルコールの入ってないものでなんかないですかって言って、じゃあこれですねって言っておすすめしていただいたものがこちらです。で最近使ってるんですけど、まあこれを使い始めて劇的に良くなったっていうわけではないんですけど、まあ、イソップなので匂いがなんかオーガニックって感じの匂いがするので気分が上がるから好きです。で、あともう一つは前にも紹介してましたディープログラムのモイストケアローション、これはディープログラムの中でも保湿力の高いタイプのものです。プッシュ式なので出しすぎることもなくって好きで使ってます。で、とろみのある化粧水なのでなんかこう保湿された感もある感じです。で、もう一つはこちら、このブランドがこれちょっと読めないんですけど、まあこういうのを以前薬局で見つけて買いました。で、世界最小レベルのヒアルロン酸 HA4 を配合したメンテナンスウォーターというものらしくって、まあ柔軟化粧水って書いてあるのでお肌を柔らかくしてくれますよっていう化粧水で、あーなんか面白そうだなーと思って買ってみました。はい、化粧水を塗った後でもすごいサラッとしてるんですけど保湿されてるっていう感じがあるのですごい好きでちょこちょこ使ってます。化粧水をつけた後にシートマスクを使ったり使わなかったりなんですけど、まあ、シートパックした後に今後はこちらイプサのメタボライザーのレギュラー2番です。私イプサすごい好きで、イプサの好きなところが肌診断をして私に合ったものを紹介してくれるところなんですけど、こういう風にねデータもいただけるのですごい嬉しいです。私の悩みとしてはこの辺がかさつく、この辺がかさつくで、この辺はテカるみたいな悩みを伝えて、で肌診断をして、私はこちらでした。見えるかな、この2番でした。まあ4つに分かれてる中の2番、みずみずしく滑らかな肌、時間の経過や環境の変化でかさつきやすい T ゾーンのみ油っぽい部分的に乾燥するというものでした。なんか私みたいにここだけテカる、ここだけテカる、 T ゾーンはテカるけどこの辺は乾燥するっていう肌質の人は、洗顔するときはこことかここを一番最初に洗い始める、そして化粧水はここを重点的に保湿してから余ったもので鼻とかおでこを保湿するっていうのがいいそうです。なんかそれは、まあ、なんとなく化粧水塗るときはここからやってたけど洗顔もここからやってたかもと思って、ちょっとこれからはおでこ T ゾーンを先に洗ってその後頬を洗うようにしていこうかなと思いました。で、まあそういう肌診断をしていただいて私に合うのはこのメタボライザーのレギュラー2番ですということだったのでこれを買いました。税抜き価格で5500円、コットンに出すときは3オシ分ぐらい必要だそうなんですけど、手に出して塗るときは1プッシュ半ぐらいでいいそうです。なのでまあまあそんなにね安いもんでもないし量がたくさん入ってるわけでもないので私は1プッシュ半で使っていこうかなと思ってます。でなんかこういうシンプルなデザインも可愛くって好きです。イプサでこれも買ってきました。こちらバリアセラムです。これは美容液って書いてあるんですけどクリーム
ルとして使えるものだそうで、スパチュラがついててクリームです。こういうねジェルみたいな感じの、なんかちょっと若干半透明っぽいクリームなんですけど、これを塗って保湿した水分に蓋をするっていう役目をしてくれるクリームだそうです。で、私今まで導入オイル、化粧水、乳液で済ませてたので、まあ、またはシートパックとかもしてたんですけど、それぐらいで済ませてたので、やっぱりクリームって大切みたいなので、まあ、これからはきちんとスキンケアしていこうかなと思ってこちらを買いました。うん、でやっぱりねこうやってサンプルをたくさんくれるんですよね。嬉しい、サンプルがたくさん、まあ、旅行の時とかに使いたいなと思います。メルビータでも今キャンペーンやってたみたいで、税抜き3000円以上買った人にはこういう化粧水とちっちゃいアルガンオイルセットでプレゼントみたいな感じだったのでいただきました。すごい嬉しい。これは完全旅行用、化粧水とちっちゃいアルガンオイル。こんなにちっちゃいアルガンオイル、かわいい。あ、こんな感じですね。で、きちんとプッシュできるポンプになってる。こんなちっちゃいのにめっちゃかわいい。超ちっちゃいです。はい、では今後はこれらを使ってスキンケアしていこうと思います。何かもしおすすめのスキンケアとかあったらぜひ教えてください。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。シートパックはクオリティファーストのものを使ってるんですけど、おすすめのシートパックがあったらぜひ教えてください。